ピア関西版ウェブをご覧の皆さん、こんにちは。アナログフィッシュの下川明です。僕ら9枚目の、フルアルバム、Almost a Rainbow が完成しました。このアルバムはですね、僕らの中では一番短い期間で作ったんですけれども、なんかすごく今まで以上に、濃厚なアルバムになりました。サウンド面でも新しいアプローチが何個もあるし、もう一人のコンポーザー佐々木の曲のクオリティもすごく高くて、本当に楽しんでもらえる、アルバムになっていると思います。関西に来るとですね、いつもカレーを食べに行くのを楽しみにしているんですけれども、なんかここ最近なかなか、行けないので、次に、ツアーで来るときには、何箇所か行きたいところに、行けたらいいなと思っています。そのですね、ツアーがですね、11月の、15日、ジャニスであります、ワンマン。今回のアルバムかなりフィジカルなものになっているので、かなり、熱いライブになるんじゃないかと思っています。しっかり練習して臨みますので、ぜひライブを見に来てください。それではライブハウスで会いましょう。アナログフィッシュの下川明でした。